親愛なるテオピロ殿、私たちの間で起こった出来事についてお伝えします。すでにお聞きになっていることが確かであることを十分知っていただきたいのです。シーザー・アウグストがローマ皇帝で、ヘロデ大王がユダヤの王であった時、神はナザレの町の一人の処女のところに天使ガブリエルを遣わした。その処女の名はマリアであった。怖がらなくてもいい。あなたは神の恵みを受けたのです。あなたは子を宿し男の子を産みます。その子をイエスと名付けなさい。まさかそんな、私は処女です。聖霊があなたに臨み、意図高き方の力があなたを覆うでしょう。それゆえに生まれ出る子は聖なるものであり、神の子と呼ばれるでしょう。マリアはユダの町に親戚のエリサベツを訪ねた。彼女もまた子を宿していた。エリサベツ、マリア、あなたね、マリア、あなたは最も祝福されてるわ。そしてもちろん生まれてくる子もね。あなたのその声を聞くや否や、私のお腹の子が喜び踊ったの。私の魂は死をあがめます。そして私の霊は救い主なる神を称えます。後の人々は私を幸せ者と言うでしょう。ナザレの者たちに告ぐ大事な知らせなので、皆心して聞くように。皇帝アウグストの勅令により、ローマ領内の住民登録を行うこととなった。したがって全ての者はこれより直ちに自分の故郷の町に帰り、住民登録をせよ。マリアも婚約者ヨセフと共に登録のためユダヤのベツレヘムに向かった。だがベツレヘムに彼らの宿はなく、二人は家畜小屋に泊まるしかなかった。さて、この土地で羊飼いたちが野宿をしながら羊の群れの番をしていた。すると主の使いが現れ、神の栄光が辺りを巡り照らした。今日ダビデの町であなた方の救い主が生まれました。この方こそ主キリストです。羊飼いたちは貝場桶に寝ている生まれたばかりの子供を見つけた。そして彼らが救い主誕生の良き知らせを伝えた最初の者たちとなった。8日が過ぎ、割礼を施す時となり、幼子はイエスと名付けられた。その後マリアは子供を主に捧げるためエルサレムに連れて行った。そこには正しく敬虔なシメオンという人がいた。彼は聖霊からキリストを見るまでは死なないという約束を受けていた。主よ、今こそあなたはこのしもべをお言葉通り去らせてくださいます。この目があなたの救いを見たのですから、この子は神に選ばれたもの。お二人に祝福あれ。彼らはモーセの律法による定めを全て果たしたので、エルサレムを去りナザレに帰った。イエスが12歳の時、両親は祭りの習慣に従ってエルサレムに登った。祭りの後帰路に着いたが、イエスは一人エルサレムに留まっていた。両親はイエスを探して引き返し、そして3日目、神殿で教師たちと座っているイエスを見つけた。
この賢い少年は一体どこの子だ。ナザレから来ました。途中ではぐれてしまって、ご無礼をお許しください。聞いていた人々は皆驚いた。なんでこんなことをしたの。お父さんもお母さんも心配して探し回っていたのよ。なんで探したりしたの。僕は父の仕事をしてるはずだって思わなかった。イエスはその後ナザレに帰り、ますます知恵に満たされ、背丈も伸び、人と神から愛された。テベリオの治世第15年目、ポンテオピラトがユダヤの総督で、ヘロデがガリラヤの領主、アンナスとカヤパが大祭司であった時、神の言葉がアラノでヨハネに下った。ヨハネはヨルダン川のほとりで罪が許されるための悔い改めの洗礼を説いた。罪を悔い改めて洗礼を受けなさい。神は罪を許してくださるだろう。決して嘘ではない。預言者イザヤの書にもこう書いてある。荒野で叫ぶ者の声がする。さあ道を整えよ、主のために。主の通られる道筋をまっすぐにせよ。すべての谷という谷は埋め尽くされ、すべての山、すべての丘は平らにされ、曲がりくねった道はまっすぐに、凸凹道は鳴らされる。そしてすべての人々が神の救いを見るであろう。ではどうすれば。どうぞ教えてください。マムシの末どもよ、聞くがいい。どうしろというんです。お願いです、教えてください。下着を2枚持っている者はいいかね、1枚も持っていない者に分け与えなさい。食べ物を持っている人も分けなさい。先生、我々は借金取りですが、どうしたら。人々から不当に取り立てるんじゃない。私たちはどうすれば。誰からも金をゆすり取るんじゃない。無実の者を理不尽に責め立てるな。自分の給与で満足するんだ。もしやあなたはキリスト。私は水で洗礼を授けている。しかしやがて私よりはるかに偉大な方が来るんだ。私にはその方の靴の紐を解く値打ちもない。その方は聖霊と人でお前たちに洗礼を授ける。シャベルで麦を振るい分けるように、本物だけを集め、偽物は消えない火で焼き尽くすだろう。その時、神の霊が鳩のようにイエスの上に下った。そして天から声がした。あなたは私の愛する子。私はあなたを喜ぶ。
イエスがその活動を開始したのは30歳の頃だった。聖霊に満ちてヨルダンから帰ったイエスは聖霊により荒野へ導かれ40日間悪魔の挑戦を受けた。その間彼は何も食べなかった。悪魔はイエスに言った。お前が神の子ならその石にパンになれと命じてみろ。聖書には人はパンだけで生きるものではないと書いてある。すると悪魔は彼を高いところへ連れて行き、世界の国々を見せていった。これらの国々の権力と富を全てお前にやろう。全ては私に任されている。だから誰にでもやれるのだ。もしお前が私にひざまずけば全てをお前にやろう。聖書は言う、主なる神だけを拝し、ただ神のみに仕えよ。すると悪魔は彼をエルサレムの神殿のてっぺんへ連れて行った。お前は神の子だろ。ここから飛び降りてみる。聖書には神は天使に命じてあなたを守ると書いてある。さらにあなたの足が石に打ちつけられないよう支えさせるとも書いてあるじゃないか。聖書はこう言う、主なる神を試みてはならない。それからイエスは故郷のナザレに帰った。元気かい？はい。そしてイエスは安息日にいつものように街道に入った。するとイザヤ書を朗読するよう指名された。主の御霊が私の上にある。福音を告げるために私は使わされた。囚われている人を解放し、盲人の目を開くために、虐げられた者を自由にし、そして主の恵みの年を皆に告げ知らせるために。実に素晴らしい朗読だ。あなたたちが聞いた言葉は今成就しました。成就しただと？メシアでなければそんなこと。それがなぜわかる？きっとあなたたちはこう言いたいんだろう。医者よ、自分を治せと。そしてさらにカペナウムで行われたことをここでもしてくれと言うんだろう。だが言っておく、預言者は故郷では歓迎されないものなんだ。これらの言葉をもってイエスは自分がメシアであることを告げたが、このユダヤ人たちはイエスを受け入れなかった。
それどころか彼らはイエスを崖から突き落とそうとした。しかしイエスは群衆の真ん中を歩み去った。そしてガリラヤの町カペナウムに下った。ローマ帝国の支配は国の隅々にまで及んでいた。そしてユダヤの人々はローマの圧政からユダヤ民族を解放してくれるメシアを待ち望んでいた。元気かい？俺は先生。乗ってもいいか、シモン。どうぞ。どっか行っちゃうんじゃないか？お話しください。お言葉を。イエス様、お言葉を。二人の男が神殿に祈りに行った。パリサイ派の人間と借金取りだ。パリサイ派の人は立ち上がってこう祈った。神よ、私は他の人のように不正なもの、女遊びするものでなく、特にあの借金取りのようでないことを感謝します。週に二度断食し、収入の一割を捧げています。ところが借金取りの方は離れて立ち、顔を上げようともせず、胸を叩いてこう言った。神よ、罪深い者に憐れみよ。よく聞け。この借金取りの方がパリサイ人よりも神の前に正しいとされて帰った。なぜなら自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるからだ。さあ船を沖に漕ぎ出してくれ。そして網を下ろして漁をするんだ。ああ、ねえ先生、一晩中ずっと働いたんです。それでゼロですよ。でもそうおっしゃるならいいでしょう、やってみますよ。ヤコブ、ヨハネ、それヤコブ、ヨハネ、こっち行って手を貸してくれ。急げ。こいつはすげえや。手がいっぱいで救いきれねえや。もう少し網を引いて。そうだ、それでいい。よし、急いで。もう十分じゃないのか。私から離れてください。罪深い男です。これからお前は人を取る漁師になるんだ。私の言葉を聞けば命を得ます。会うことができるうちに主を呼び求めなさい。悪者はその道を捨て、不法な者はその思いを捨てなさい。そう、神を求め神に帰りなさい。神は憐れみ、そして許してくれる。あなた方は喜びながら出て行き、安らかに導かれるだろう。出てくるわよ、ほら見て。イエス様、お願いです。私の娘を救ってください。どうか憐れみを。まだ12歳なんです。死にかけてる。どうか一緒に来てください。ヤイロよ、気の毒だが。イエス様、娘さんは死んだ。先生を煩わせるな。恐れずに。
ただ信じていなさい。泣かなくていい。死んだんじゃない、眠ってるんだ。子供よ、起きなさい。何か食べるもの、それとこのことは誰にも言わないように。この後イエスは税金取り立て人でレビと呼ばれるマタイに目を留めた。ついてきなさい。この頃イエスは祈るために山に行き、神に祈りながら夜を明かした。そして夜が明けると弟子たちの中から12人を選び、使徒と名付けた。ペテロと呼ばれるシモン、その兄弟のアンデレ、ヤコブとヨハネ、ピリポにバルトロマイ、マタイ、トマス、アルパヨの子ヤコブ、愛国党のシモン、それにヤコブの子ユダと、イエスを裏切ったイスカリオテユダである。
貧しい者は幸せだ。神の国に近いから。飢える者は幸せだ。やがて満たされる。泣いてる者も幸せだ。今に笑うから。人の子のために皆があなた方を憎み拒否し悪者扱いするとき、それは幸せだ。その時は喜び踊りなさい。天国で受ける報いが大きいから。彼らの先祖も預言者たちに同じことをしたんだ。16 17 18 19 20、これで全部です。これで全部とはどういうことだ。飛んでいるお前は哀れな男だ。報いをすでに受け取っている。あいつは金持ちじゃなくて感触持ちだ。今笑っているものは哀れだ。やがて嘆くようになるから。人に褒められるとき、それは哀れだ。彼らの先祖は偽預言者もそのように扱ったんだ。でも今聞いてる人に言う。敵を愛しなさい。あなたを憎む者には善を行いなさい。侮辱する者のために祈り、誰かがあなたの方を殴るなら反対の方も向けなさい。あなたの上着を奪う者には下着もあげなさい。全て求める者には与え、奪い取る者からは取り戻しちゃいけません。自分がしてほしいと望むことを人にも知らせ、自分を愛する者だけを愛したからとて何が素晴らしいだろう。罪人でさえ同じことをしている。いいことをしてくれる人にいいことをしたからって何が優れているだろう。罪人もそれぐらいできる。あんな女に手を触れるとは。汚らわしい。違う。敵を愛しよくしてやるんだ。返済を期待せずに貸すんだ。そうすれば報いは大きく、意図高き方の子になれるだろう。神は恩知らずの悪者にさえ優しい。憐れみ深くあれ、天の父がそうであるように。我らを救いたまえ。裁くな、そうすれば裁かれない。罪に定めるな、そうすれば罪に定められない。許すんだ、そうすれば許される。主よ、どうか導いてください。与えよ、そうすれば与えられる。あなたのその計りで計り返されるから。盲人には盲人を導けない。二人とも穴に落っこちてしまうだろう。なぜ人の目の中の塵が見えながら自分の目の中の丸太が見えないんだ。我々を導いてください。主よ、あなたが必要です。あなたを産んだ母はなんと幸せでしょう。幸せなのは神の言葉を聞き行う人です。何者だろう。メシアだろうか。どう思う。このパリサイ派の人はイエスを食事に招いた。イエスは彼の家に入り食卓に着いた。さあお前たちもう寝なさい。聞こえたろ。行くんだ。全く聞き分けのない子供たちで。なぜあんな女がここに。わからんね。
あの女何をしてるんだ。もし彼が預言者なら自分に触れているのがどんな女か分かったはず。どんなに罪深く汚れた女か。この女のことなら知っています。言いたいことがある。金貸しから二人が金を借りた。一人は500万、もう一人は50万。二人とも返せず金貸しは全部帳消しにしてやった。どっちがより彼を愛する？それは多く許された方だと思います。その通り。この女を見なさい。私がこの家に来てもあなたは足を洗う水さえ出してくれなかった。でも彼女は涙で足を洗い、髪で拭いてくれたんです。あなたから挨拶のキスは彼女は何度も足に口づけしてくれた。あなたは頭にオリーブ油を塗ってくれなかった。でも彼女は香油を塗ってくれたんです。わかりますか。彼女の大きな愛は多く許されたことを示しています。少し許されたものは少ししか愛しません。あなたの罪は許された。どうなんだ。信仰が救ったのだ。生きなさい。そしてイエスは神の国の素晴らしさを説きながら旅をした。十二弟子がイエスに従い、悪霊から解放された女たちも一緒だった。マグダラの女と呼ばれるマリア、ヘロデの執事をしているクーザの妻ヨハンナ、そしてスザンナもいた。ところでガリラヤの領主ヘロデは兄嫁を横取りするなどの悪事を重ねており、洗礼者ヨハネはそれを非難したため投獄されていた。それでナインの町に近づいた時、葬儀の列が出てきたんです。死んだのはある未亡人の一人息子。イエスはこの母を見ると心からかわいそうに思ったんでしょう。棺に手をかけこう言ったんです。若者よ起きなさい。すると死人が起き上がったんですよ。そして母親のもとへ。彼に会って聞くんだ。来たるべき方とはあなたのことなのですか、それとも他の方を待つべきでしょうかと。先生、先生、ヨハネから尋ねるよう言われました。来たるべき方とはあなたなのか、それとも他に待つべきか。見て聞いたことを彼に伝えなさい。盲人が見え、死人が生き返る。私を疑わない人は幸せです。見えないや、肩車して。よし、それどうだ、見えるか。うん、イエスが出てきたよ。種をまく人が種まきに出た。しかしある種は道端に落ちて人に踏みつけられ、鳥に食べられてしまった。ある種は岩地に落ちた。
芽は出たが水分がなかったのですぐ枯れてしまった。ある種は茨の間に落ちた。茨も一緒に育ったので塞がれてしまった。ある種は良い地に落ちて、そしてよく育ち実を結び100倍になった。主よ、どうして群衆の前では例えで話すのですか？神の国の秘密はお前たちには理解できるが、群衆はそうはいかない。彼らは見ていても見えないし、聞いていても理解しないからだ。この例え話の意味はこうだ。種は神の言葉だ。道端に落ちるとは聞くことはするが、彼らが信じて救われることがないように悪魔が御言葉を奪ってしまうということだ。岩地に落ちるというのは聞いてその時は喜んで受け入れるが、根がないのでしばらく続くだけで試練が来るとすぐぐらつく、そういう人のことだ。茨の間に落ちるというのはこういう人たちだ。御言葉を聞きはするが、富や快楽が心を塞いでしまうので決して実を結ばない。そして良い地に落ちるとは、御言葉を聞いたらそれを正しい心で守り、よく耐えて豊かな実を結ばせる人だ。誰もランプの明かりを灯してからそれを隠したり、ベッドの下に置いたりはしない。入ってくる人に見えるように台に置くだろ。何でも隠されているものは明るみに出され、覆われているものは光にさらされる。だから聞き方に注意しなさい。持っている人はさらに与えられ、持っていない人は持っていると思っているものまで取り上げられるからだ。先生、お母様とご兄弟が外でお待ちです。私の母や兄弟とは神の言葉に従う人たちだ。ある日のこと、イエスは弟子たちと共に船に乗り、さあ向こう岸へ渡ろうと言った。ところが途中イエスは眠りに落ちた。信仰はどうした？こうして彼らはガリラヤの対岸ゲラサ人の地に渡った。
ですよ。いただかき神の子よ。俺をどうする気だ。お願いだ。苦しめないでくれ。お前の名は？レゲオンだ。そこ知れぬところへ俺たちを送らないでくれ。せめてあの豚に入れてくれ。おい、戻ってこい。マーティ、戻れ。アクレードモはその男から出て豚に入った。戻るんだ。ここから出てってくれ。この町締め伏せろ。さっさと聞いちまえ。出てけ。とっとと伏せろ。どうかお供させてください。私もご一緒に。うちへ帰り、神の技を伝えなさい。それからイエスは弟子たちを連れてベッサイダという町へと密かに向かった。しかし多くの群衆がそれを知ってついてきた。日が暮れ始めた頃、ペテロが言った。主よ、みんなを解散させましょう。近くの村へ行ってそれぞれ宿を取るように言ってください。そしてそこで何か食べるように。こんな寂しいところですから。お前たちで食べ物をやりなさい。これしかないんです。パンが5つと魚が2匹。我らの神に栄光あれ。天地の作り主に、大地よりパンを与えてくれる神に。信じられない。群衆は何と？ある者はあなたを洗礼者ヨハネと言い、またある者はエリアだと。昔の預言者の一人が生き返ってきたのだと、そういう者もいます。ではお前は誰だと思う？あなたは神のキリストです。
誰にも言うな。人の子は苦しみを受け捨てられ、そして殺される。だが三日目によみがえるんだ。私に従う者は？お供させてください。でもまず家に帰り、家族に別れよ。一歩踏み出してから後ろを振り返る者は神の国にふさわしくない。もし私に従いたいと思うなら自分を捨て、日々自分の十字架を追いついてこい。自分の命を救う者はそれを失い、私のために命を失う者こそ命を得るんだ。全世界を手に入れても本当の命を失ったら何の得があるだろう。誰でも私と私の言葉を恥じるなら、父と聖なる御使いが栄光の雲を帯びてくるとき、人の子もそんな人を恥じるだろう。よく聞け。この中のある者たちは神の国を見るまで死ぬことがない。それからイエスはヨハネとヤコブとペテロを連れて祈るために山に登った。イエスが祈っていると、イエスの顔の様子が変わり、着物が真っ白に輝いた。しかも二人の人がイエスと話しているではないか。それは栄光のうちに現れたモーセとエリアだった。神の目的を完成するのだ。そなたはエルサレムで死ぬだろう。二人が去るとき、ペテロが言った。主よ、ここにいられるのは最高です。幕屋を作ります。一つはあなたに。ペテロが話していると、一つはもう雲が湧き起こり上空を覆った。一つはエリアに。弟子たちは恐れた。すると雲の中から声がした。これは私の選んだ子だ、彼の言うことを聞きなさい。頼んだんですが、できなかったんです。ああ、なんて不信仰な曲がった世の中だ。いつまで我慢しなければならないんだろう。連れてきなさい。Ah!
なんということだ、癒された、まさに奇跡だ。ヨハネのようにどうか祈り方を教えてください。こう祈りなさい。天にいる私たちの父よ、皆が崇められるように、御国が来るように、御心が行われるように、日々の糧を与えてください。罪を許してください。私たちも負債のあるものを許します。誘惑に合わせないでください。悪から救ってください。求めなさい、そうすれば与えられる。探しなさい、そうすれば見つかる。叩きなさい、そうすれば開かれる。誰でも求める者は受け、探す者は見つけ出し、叩く者には扉は開かれるんだ。子供が魚をくださいとそういうのに、蛇をやる親がいるかい？卵を欲しがる子にサソリをやるかい？悪人でさえ自分の息子には良いものは与えるだろう。だとすれば天の父は求める者にはなおのこと聖霊をくれるに決まってる。いいかい？何を食べようかと思い煩うな。何を着ようかとも思い煩うな。命は食べ物に勝り、体は服より優れている。カラスを見なさい。まくことも刈ることもしないし、納屋も倉庫もない。でも神は養ってくれる。あなた方は鳥よりはるかに優れているじゃないか。思い煩うことによって一日でも寿命を延ばせるか。それすらできないのになぜ他のことまで思い煩うんだ。この百合の花はどうして育つ？紡ぎもせず織りもしない。でも繁栄を極めたソロモンでさえこれほど着飾ってはいなかった。もし神がすぐにでも枯れてしまう草さえ飾ってくれるとしたら、あなた方にどれほどよくしてくれるだろう。信仰薄い人たちよ、信仰を増してください。もしあなたたちにからし種ほどの信仰があったら、この桑の木に抜け出して海の中に植われ、とそういえばその通りになるだろう。罪の誘惑は必ず来る。それをもたらす者は呪われよ。この小さい者の一人を罪に誘惑するよりは、石臼を首にかけられて海に投げ込まれた方がマシだ。神の国は何に似ているだろう。それはこうだ。ある人がからし種を手に取り庭に撒いた。すると成長して木になり、鳥が来て巣を作るほどになった。何のことだかよくわからない。なぜお前は借金取りやこんな薄汚い奴らと飲み食いするんだ。
健康な人に医者はいらないが、病人は違う。私は正しい人を招くために来たんじゃない。むしろその逆なんだ。もっと神の話をしてよ。もう終わりなの？小さな群れを恐れるな。神は喜んで力を表してくれる。もしものすべてを売って施しなさい。腐ることのない財布を作り、宝を天に積みなさい。そこでは錆もつかず、泥棒も近づけない。虫に食われることもない。あなたの心のあるところに宝もあるんだ。女よ、病気は癒されました。特に血はダメだ。偽善者たちめ、安息日だからといって自分の牛やロバに水を飲ませに行かないとでも言うのか。今ここに18年もサタンに縛られていたアブラハムの子孫がいたんだ。安息日に解放されるのが悪なのか。先生、永遠の命を得るためにはどうすればいいのでしょう。なぜ私を尊いと。神だけが尊いのです。戒めを知ってるでしょう。姦淫を犯すな、人を殺すな、偽証を行うな、父と母を敬え。そのような戒めなら幼い頃から守っています。まだ一つなすべきことが残っています。持ち物を全部貧しい人に分ければ天に宝を積める。それからついてきなさい。でも私は商人です。財産もある。金持ちが神の国に入るのは難しい。金持ちが神の国に入るよりも楽だが、針の穴をくぐる方が簡単だ。では誰が救われよう。人にはできないことも神にはできるんだ。一体どこにあるんですか、神の国は。それは人に見えるように来るのではありません。あそこにとか、ほらここにとか言えないのです。神の国はあなた方の中にあるから。あなた方が人の子の日を一日でも見たいと願っても見られない時が来る。稲妻が空にひらめき渡るように、人の子もその日にはちょうど同じようになることだろう。しかしまず人の子は苦しみ、この時代の人に捨てられねばなりません。立法のほんの一部が地に落ちるよりも天地が滅び失せる方がずっと優しい。多くの預言者や王がお前たちが見ているものを見たくても見られず、聞きたくても聞けなかったんだ。何をすれば。聖書はどう言ってる、どう解釈してるんだ。主である神を愛せ、心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、知性を尽くして、同じく隣人も愛せ。そう、それを実行しなさい。隣人って誰？ローマ兵じゃない。じゃあ皇帝は？
ある人がエルサレムからエリコへ下るとき、強盗に襲われた。着物を剥ぎ取られ半殺しにされた。たまたま一人の祭司が通りかかったが、彼を見てもそのまま通り過ぎてしまった。同じ日レビ人が通りかかったが、男を見てもやはり通り過ぎてしまった。しかし軽蔑されてるサマリア人がそこに来合わせ、その人を見てとてもかわいそうに思った。彼は傷にオリーブ油とブドウ酒を注いで包帯をし、男を家畜に乗せて宿に連れて行き看病してやった。翌日彼は宿の主人に金を渡して男の看病を頼んだ。そして戻ったら不足分を支払いますと言った。さてこの三人の中で誰がこの男の隣人になっただろう。優しくしてあげた人。君もそうしてあげるんだよ。わかった。子供を連れてきなさい。止めてはいけない。神の国はこういう者たちのものなんだ。よく言っておくが、子供のように神の国を受け入れる者にならねばそこに入ることはできない。この子を歓迎する者は私を歓迎し、そして神を歓迎することになるんだ。一番小さいものこそ一番大きい。その一行が来てる。イエス。旅での子よ、どうか憐れんでください。何をしてほしい。また見えるように。そうなれ。あなたの信仰が直したんだ。見える。目が見える。見えるようになった。エルサレムへと向かうイエスを目当てに多くの群衆がやってきた。人々はイエスに救いの道や神の国についての教えを求めてやまなかった。この人は本物の預言者だ。主よ、どうか救ってください。私たちに救いを。主に栄光あれ。正しい道をお示しください。人々はイエスを主として受け入れ始めていた。エリコの町にザーカイという税金取りがいた。彼は群衆のためにイエスが見えなかったので木に登ることにした。あれは税の取り立て人じゃないか。降りてこいザーカイ、今日はお前の家に泊まるから。俺の家？なんであんな奴の家に。ザーカイはイエスと知り合いなの？俺は財産の半分を貧しい人に施すぞ。それと騙して奪ったものは4倍にして返すことに決めた。
信じられない。あの男が金を配っている。ありえないことだ。今日救いがこのうちに来た。この男だってアブラハムの子孫なんだからな。人の子は失われたものを救うために来た。これよりエルサレムに向かう。預言者たちが記したことを成就するために、人の子は異邦人に引き渡され、彼らにあざけられ、恥ずかしめられ、唾をかけられ、鞭打たれ殺される。だが三日目にはよみがえる。こうしてイエスは人類の罪のために殺されることを知っていながらエルサレムに登っていった。群衆はイエスを喜び迎え、彼らの王として賛美した。するとパリサイ人のうちのある者たちが群衆の中からイエスを非難した。先生、お弟子たちを叱ってください。彼らを黙らせることはできるが、もしそうなれば石が叫び出すだろう。意図高き方に栄光。エルサレムに近くなった頃、都を見たイエスはその都のために泣いていった。お前が今日平和の道を知ってさえいたら、しかしお前には見えていない。やがてお前の敵がお前に対してロイを築き、周りを取り巻き攻めてくるだろう。そしてお前とその中の子供たちは地に叩きつけられ、石が一つも積まれたままには残らない。お前が神の訪れの時を知らなかったからだ。エルサレムの神殿は神聖な礼拝の場所ではなく、商売の中心地と化していた。私の家は祈りの家だと。それを強盗の巣にしてるのか。あいつ何をするんだ。やめろやめろ。兵隊を呼べ。兵隊を。民衆がイエスを主として崇めていたため、政治家や宗教指導者たちの間には反発が強まった。民衆の多くはあの男を王と呼んでいるではないか。王だって？ははは、こじきと娼婦と強盗の王か。前にも似たのがいた。現れては戯言を言い消えていく。侮るなよ。
奴の支持者は日ごとに増えている。崇拝しきっている。しかも王だと考えとる。警告を与えておくが、もしあの男がこれ以上治安を乱すなら責任問題になるぞ。まったくだな。あのガリラヤ人を始末せねば。偽善的立法学者やパリサイ派の人々はイエスを殺そうと団結し始めたが、イエスを信じる者が急増したため手を下せない状態だった。ある日イエスは貧しい未亡人が献金しているのを見た。あれポッチ、もっと出せないのか。ちょっと待て、この人は誰よりも多く捧げたんだ。金持ちは有り余る中からほんの少しを捧げただけだが、でも彼女は生活費の全てを惜しみなく投げ込んだ。おい、お前は一体何の権威があってそんなことを言うんだ。私も一言尋ねるが、ヨハネの洗礼は天から来たのか、それとも人からか。何と言いましょう。神からだと言えば、じゃあなぜ信じなかったと。イエスは言うぞ。しかしもし人からだと言ったら群衆が黙っちゃいない。ヨハネを預言者だと信じてるからな。私たちには分からんね。じゃあ私も何の権威によってこうしているのか答えない。ある時ある人がブドウ園を作った。それを農夫たちに貸して長い間旅に出た。さて収穫の時が来たので一人のしもべを使わし、収穫の分け前を受け取ろうとしたが、農夫たちはしもべを袋叩きにして追い返した。別のしもべを送ると、彼も袋叩きにし恥ずかしめ何も持たせずに返した。三人目のしもべをやったが、農夫たちはこのしもべも傷つけ追い返した。そこで葡萄園の主人は考えた。さてどうしよう。よし、愛する息子を送ろう。息子なら敬うだろう。だが農夫たちは息子を見て互いに言った。あいつは跡取りだ。あいつを殺せば財産はこっちのものだ。その先は。農夫たちは息子を追い出し殺した。ブドウ園の主人が農夫たちを一体どうするだろう。戻ってきて彼らを殺し、ブドウ園を他の者に与えるだろう。では聖書のこの意味は。家を建てる者たちが捨てたその石が家を建てる土台となった。誰でもこの石に落ちれば粉々に砕け、もしこの石が誰かに落ちればそのものを粉みじんにする。先生、あなたのお言葉は正しいと思います。あなたは人の顔色を少しも気にすることなく、ただ真理に基づき神の教えを説いています。では我々がローマに税金を納めることは立法にかなったことでしょうか。主よ、罠ですよ。銀貨を見せなさい。誰の肖像が刻まれていますか。シーザーです。ではシーザーのものはシーザーに返しなさい。神のものは神に返しなさい。どうだ、返す言葉があるか。さて、杉越といわれる種なしパンの祝いが近づいていた。イエスは杉越の食事の準備のためペテロとヨハネを先に使わした。
殺しみを受ける前のこの食事を私は待ち望んでいた。なぜなら水越が神の国で成就するまで二度とこの食事をすることはないからだ。栄光あれ主なる神、天地の造り主に、ブドウに実りをもたらす方に。これを取って分けなさい。神の国が来る時まで私はもうブドウの実で作ったものを飲まない。我らの神に栄光あれ、天地の造り主に、地よりパンをもたらす方に。これはお前たちに与えられる私の体だ。私を覚えてこれを行いなさい。この杯は私の血による新しい契約だ。しかし私を裏切る者の手がこの食卓にある。人の子は定められた通りに死んでいくが、人の子を裏切るような者は呪われるだろう。そんなことありえない。まさか。主よ、それは誰ですか。一番偉い者は最年少のごとく、リーダーはしもべのごとくあれ。食卓に着く人と使える人とではどちらが偉いだろう。もちろん食卓に着く人だ。だが私は使える人のようにしている。試練の時もお前たちはついてきてくれた。父が私に王権を与えているように私もそれを与えよう。お前たちは私の国で食卓に着く。そして王座につき、イスラエルの十二部族を治めるんだ。裏切るなんて。そんな、シモン、シモン、よく聞くんだ。いいかい、サタンがお前たちを麦のようにふるいにかけることを願い出て聞き届けられた。私はお前の信仰がなくならぬよう祈った。だからお前は立ち直ったら兄弟を力づけてやれ。主よ、ご一緒になら、たとえ牢獄であろうと死であろうと覚悟は。よく聞け、ペテロ。今日鶏が鳴くまでにお前は三度私を知らないと言うだろう。お前たちを無一物で旅に出したとき何か不足は。いいえ、何もありません。しかし今は財布のある者は財布を持て、剣のない者は服を売って剣を買うんだ。よく聞け、彼は罪人の一人に数えられたと聖書に書いてあることが私の上に成就することになる。主よ、ここに剣があります。それで十分だ。その頃議会はいかにしてイエスを葬り去ろうかと話し合っていた。その時サタンが十二弟子の一人イスカリオテのユダの心に入った。イエスは祈りのためエルサレムからオリーブ山へ向かった。
誘惑に陥らぬよう祈りなさい。イスカリオテのユダはわずか銀貨30枚でイエスを売った。イエスは人類の罪のために死ぬ時が間近に迫ったことを知り、こう祈った。父よ、もしできるならば私からこの杯を取り除いてください。でも父よ、あなたの思いがなるように。その時天使が現れてイエスを力づけた。イエスは苦しみもだえ、汗が血のしずくのように地に落ちた。なぜ眠っている？起きなさい。誘惑に陥らぬよう祈るんだ。口づけで人の子を裏切るのか。主よ、剣で打ちましょうか。捕まえろ。やめなさい。でも向かうように剣や棒を持ってきたのか。私が毎日神殿にいた時は手出しもしなかったじゃないか。でも今はお前たちの時だ。闇が支配する時なのだ。捕まえろ。兵士たちはイエスを大祭司邸の中庭へ連行した。これは王のお召しになった街頭だぞ。これからどうなるか予言してみろよ。俺たちを救って国王陛下、そりゃありがたいこった。この人もイエスと一緒にいたわ。あんなやつ知らないね。確かに見たわ。お伝えしますぜ。見上げるってのはどんな気分だ。お前もあいつの仲間だな。俺は違うよ。
この男も確かイエスと一緒にいたぞ。ガリラヤ人だしな。伏せろよ。何のことだかさっぱりわからんね。イエスは振り向きペテロを見つめた。その時ペテロは、今日鶏が鳴くまでにお前は三度私を知らないと言うだろうというイエスの言葉を思い出した。主よ、どうか私を許してください。あなたは前から知っていたんですね。主よ、どうぞお許しください。どうしようもない愚か者。主よ、あなたは知っていたんですね。すべて知っていながら。それなのに私はなんてバカなんだ。主よ、許してください。誰だと思う？次は誰だか予言してみろ。やめろ。それでやめておけ。議会に連れ出せ。立て。宗教指導者や有力者たちはイエスを尋問するために集まった。答えろ。お前がキリストなのか？私が言ってもあなたたちは信じないし、私が尋ねてもあなたたちは答えないだろう。だが今からのち、人の子は全能の神の右に座ることになる。ではお前は神の子なのか？その通りだ。何の権威であんなことを言ってる？有罪だ。我々自身が彼の口から聞いたのだ。ピラトのところへ連れて行け。よし。彼らはイエスをピラトのもとへ連行した。ピラトは残忍なローマ総督で、多くの人を十字架刑送りにしていた。朝っぱらから呼び出すとは何の用だ。人民を惑わした男を連れてきました。神殿の市場で暴れた者です。こいつを裁いてください。今すぐ。裁くべき正当な理由が見当たらないが。奴は有罪です。皇帝に税を納めることを禁じました。その上自分が王だと言っています。王だと？お前はユダヤ人の王なのか？あなたの言う通り。ガリラヤからここまで民衆を先導してきました。ガリラヤだと？ではその男はガリラヤ人か？それならそやつはヘロデの支配下にあるわけだ。ヘロデはまだこのエルサレムにいるはず。彼のもとに送れ。
何者と名乗っておるだと？弟子たちと呼んでいる者はどこにおる？お前は奇跡とやらを行えるそうだな。一つやってみてくれ。閣下、こやつは民衆を惑わした上、自ら王と呼んでいます。この男が王だと？国王陛下か。いたぶってやれ。ピラトに送り返せ。ここは彼の領土だ。この男は死刑に値することは何にもしてない。よって懲らしめた上で釈放する。あなたは祭りの時には囚人の一人を釈放しなければならないはずです。釈放するならばバラバを。そうだ、この男ではなくバラバを釈放しろ。群衆はあくまでイエスを十字架につけるよう大声で要求し続けた。そこでピラトはイエスに死刑を宣告した。そして暴動と人殺しの角で投獄されていたバラバを釈放した。シモンです。こっちに来い。ロープを切れ。運んでやれ。さあ行け。あれ。
だ。おげ、一を開けるんだ。おいたわしゅうございます。どうぞこれをお飲みください。お飲みください。エルサレムの娘たち、私のことで泣くな。自分と子供たちのために泣きなさい。もし生きている気にさえこのようなことが起こるなら、枯れ木は一体どうなるだろう。神の御助けを主よ、お祈りしています。おげい、先に行け。さあ早く、早くしろ。ほら行くんだ。急げ、早く行け。さあほら、すぐにするな。さあさあ、お前も行くんだ。まだ歩け。彼らに許しを。何をしてるかわからないんです。他人は救えても自分は救えないのか。そうだ、自分を救え。メシアなんだろう。だったら十字架から降りてみろ。お前の奇跡とやらを見せろよ。
うしてイエスは二人の犯罪人の間で十字架につけられた。これは預言者たちの預言が成就するためであった。これは波の罪人の服ではないぞ。俺がもらって、やめろって避けるぞ。こうしよう、くじ引きにするんだ。よし、6を出した者が当たりってことにしよう。イエスの頭上には、これはユダヤ人の王であると書いた罪状書きが掲げられた。ユダヤ人の王なら王らしくしてみろ。もしキリストなら、自分も俺も助けられるだろう。神を恐れないのか。俺たちは自分のしたことの報いを受けてる。だがこの方は悪いことをしていない。イエスよ、あなたが王になられるとき、俺を思い出して。約束しよう。今日お前はパラダイスにいる。時刻は昼の12時頃だったが、暗闇が全地を覆い3時間ほど続いた。神殿の幕は真っ二つに裂けた。父よ、我が霊を御手に委ねます。ローマの百人隊長の一人は、すべてのことを目撃し、神を称えていった。神に栄光あれ。真実この人は正しい方であった。議員の一人でアリマタヤのヨセフという人は、今回のことには賛成していなかった。彼はピラトのもとに行き、安息日の始まる前にイエスの死体を葬ることを願い出た。
お願いです。このまま主のおそばにいたいのです。お気持ちはわかりますが、でも間もなく安息日が始まります。日曜日の朝早く、女たちは用意しておいた香料を携え墓に向かった。行ってみると石が墓から転がしてあった。彼らが墓に入った時、イエスの体はそこにはなかった。なぜ生きている方を死人の中で探すのですか。彼はいません。よみがえったのです。ガリラヤでお話になったことを思い出すがいい。人の子は必ず罪人らの手に引き渡され、十字架につけられ三日目によみがえると。中に入ると主の体はそこにはなかったの。消えてた。何、主の体がなくなった。そして二人の人が現れた。眩しく光り輝く天使でした。そしてこう言ったの。なぜ生きている方を死人の中で探すのか。本当です。信じて。本当よ。嘘だと思ったら自分で見てきて。墓は空よ。主はいないわ。ペテロ、信じてちょうだい。イエスは二人の弟子の前に現れた。二人は興奮して仲間のところへ戻った。主は本当によみがえった。シモンに現れたんだ。初めは気づかなかったんだ。会った時は。でもパンを裂いた時分かった。エマオ。でもなぜエマオで。平安があるよ。何を怖がっている。どうして心に疑いを起こすんだ。見なさい、この手と足を。まさしく私なのだ。触ってみなさい。霊なら肉や骨はないが私にはある。私が以前お前たちに話したことが今起こってるんだ。モーセの律法と預言書に書かれていることは必ず全て成就すると言ったはずだ。そこにはこうある。キリストは苦しみを受け、三日目に死人の中からよみがえり、その名によって罪の許しのための悔い改めがエルサレムに始まり、全ての国の人々に述べ伝えられる。お前たちはその証人だ。私は父が約束してくれたものを送ろう。でもお前たちは天から力を受けるまでは都にとどまっていなさい。
主は祝福してくれる。私には天においても地においても全ての権威が与えられている。だから出て行ってあらゆる国の人々を弟子とし、父と子と聖霊の名によって洗礼を授けなさい。そして私が命じた全てのことを守るよう教えなさい。私はいつもお前たちと共にいる、世の終わりまで。アーメン。生き絶えたイエス・キリストの体が安置された墓は空になっていた。十字架の死から3日目、イエスはよみがえった。そして今イエスは生きている。イエスはあなたの心に迎えられることを望んでいる。イエスはこう言った。私はよみがえりであり命だ。私を信じる者は決して死ぬことがない。イエスの復活からおよそ2000年の年月が経過した。そして今日もイエスは世界で最も影響力のある存在として生き続けている。幾世紀にもわたり多くの指導者が現れては消え去った。支配者、知識人、科学者、哲学者、神学者が現れては消えた。しかしイエスは今も生きている。イエスは人類史上のいかなる人物よりも際立っている。その誕生から特別だった。聖書はイエスが処女から生まれたことを記録している。その歩みも際立っていた。イエスの歩みは超自然的であり、罪のない清らかなものであり、この世の誰にも真似できない奇跡を行った。イエスのメッセージも際立ってユニークだった。イエスは自分を救い主として受け入れる全ての人に愛と許しと新しい人生とを示した。彼の言葉が語られるところどこでも新しい命、新しい希望がもたらされた。イエスの十字架の死は特に際立っていた。2000年の昔、天の神はイエス・キリストを全ての人の罪の贖いのためにこの地上に遣わしたのだ。イエスはあなたが生きるために死んだのだ。イエスは復活した。十字架の死から3日目に歴史的一大事件が起こったのだ。イエスがよみがえったのだ。誕生、その歩み、死、そして復活は明らかにイエスが確かにイエス自身が宣言した通りのものであったことを証明している。すなわち神の子、全ての人の救い主であるということを。そのイエスが今も生きている。イエスはあなたと共に生きることを望んでいる。あなたの罪を許し、実り多い人生のための力を与えることを。イエスの言葉を聞いてほしい。疲れて重荷を負っている人は私のところに来なさい。休ませてあげよう。私は道であり、真理であり、命です。私を通さずして誰一人父のもとへ来ることはありません。聖書はこう言っている。すべての人が罪を犯したので神からの栄誉を受けることができないと。またこうも言っている。罪から来る報酬は死です。しかし神からの賜物は主イエス・キリストにある永遠の命です。イエスはその命と引き換えにあなたの罪の代価を支払ってくれた。今イエスはあなたの心に入ろうと待っている。見よ、私は戸の外に立って叩く。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら私はそこに入る。神の愛と許しを体験し永遠の命を得るためには、イエスがあなたの罪のための身代わりとなったことを信じればいい。そして信仰によりイエスをあなたの中に招き入れるのだ。あなたがもしそれを望むなら信仰の祈りを捧げ、今イエスを招き入れることができる。このように祈ればいい。
主イエスよ、私の罪のために十字架の上で命を捧げてくれたことを感謝します。今心を開き、あなたを救い主として受け入れます。どうぞあなたの手で私の人生を導いてください。アーメン。もしこの祈りがあなたの心であるなら、今ここで祈りを捧げてほしい。心の中で静かに後について同じように、主イエスよ、感謝します。私の罪のために十字架の上で命を捧げてくれたことを、今心を開き、あなたを救い主として受け入れます。どうぞあなたの手で私の人生を導いてください。アーメン。この信仰の祈りによってイエスは約束通りあなたの心に入ってきてくれた。あなたが求めさえすれば、イエスは必ず約束を果たしてくれるのだ。安心なさい。今あなたの罪は許され、あなたは神の子供になった。永遠の命を得たのだ。もしあなたがイエスが約束した豊かな実り多い人生を望むなら、祈りを通して神と日々語り合いなさい。そうすれば神の素晴らしい御心を発見することができるのだ。そして神を愛する人々と語り合いなさい。そして最後にイエス自身の約束をいつも思い出しなさい。私は決してあなたを捨てない。見よ、私は世の終わりまであなた方と共にいる。